形になったか、1番の矢口が前に上がる、3番の郡司を抑え込んでいった、1番の矢口が一旦ペースを落とす、残り600の鐘、後方から8番の久米が上がってきた、8番の久米が前を叩くか、1番の矢口もペースを上げる、4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周、8番の久米が前を叩いていきました、2番手は2番の池田が追走、3番手に入った1番の矢口、その後ろに5番中川が追走している、3番の郡司が早めの巻き返したが、中盤あたり少し苦しいか、バックストレッチ、1番の矢口がまくっていった、1番の矢口が8番の久米を捉えにかかる、後ろを5番中川追走、切り替えを狙う2番の池田、4コーナーから直線、1番の矢口が先頭、外から5番中川を追ってくる、5番中川抜けてくるか、5番の中川か、ゴールイン、わずかに